まあというわけで、まあというわけでマネキン本部を公開させて、確かコロナ特措法で確か悪質な業者は公開しても良かったんですね。芸能事務所は全部悪質な業者なので、今後次第では全面公開します。宣伝になるんやったら喜んねえな、公開させてもらう。菅総理、最初から芸能事務所にも適用する前提でこの規定を盛り込んだでしょ。休業要請拒否の事業所は全面公開の規定で、もう単純に悪質な業者は全面公開。何ですか、それ。竹下の民主たちに言ってんや、佐藤。いや、自民党の岸田と吉田を潰そうって、こいつら芸能共謀者だからね。まあ、大体総理はね、場合に、自民党のな、小泉進次郎とかね、前の浜田光一とかを支援してたっていう、選対本部長も務めてたっていう、自民党支持、自民党員なんて抗議。まあ、もしよか、小玉義雄のカバン持ちね、渡辺爪もついて、そう、総理です。だからあいつ偉そうな態度を取れない。元からこいつね、極右だ、あのね、極右の共闘、小玉義雄運転して、あんな偉そうな態度を取れたい。そういうことです。カバン持ちしてたよ、こっそり。ことは、まあ、日本の警察は全然取り締まろうと知らなかったんで、最終的に自衛隊使って潰すことにしました。もう当てにならない。滋賀県警察本部は容赦なく爆撃するかもしれない。って滋賀県の全警察署は爆撃するかもしれない。そういうことや。今偉そうな態度、気持ちの長場所の連中も処分できんの。警察本部、公安委員会、やさいそうな。滋賀県全域戦争になると、変わってるんやろな。そういうことや。爆撃するぞ、本当に。やってみろと。今回、お前のところに乗り込んで、銃撃戦するぞ、本当に。お前らがサイバーテロやってるんやろ。お前ら言ったらいいよ、日本政府公認テロ国家、滋賀県ってことや。俺をの人質に世界中脅してたのか。というわけで、アメリカ政府、その滋賀県ね、テロ国家です。さあ、ミシガン州の皆さん、さあ、滋賀県と都市協定、地域協定結んでる、知ってますよ。さあ、破棄できなかったら、もうアメリカとの外交関係、見直さざるを得ない。そういうことだ、国際問題にありました。滋賀県に対して経済制裁もできない時点で終わりです。まあ、単純明快に、もう滋賀県ね、ね、テロ国家に指定して、さあ、爆撃できるって言われる。さああれはなぜ地形がそうハザール帝国と同じような構図だって。さあ滋賀県カザールの末裔のテロ国家です。そう海を渡ってな日本に来たんです。さあ旧長間と木の元にこいつらだって俺ね長間ね不正アクセスしてたよ。さあこういうところにもね。さあだから大宮八幡の公式会の荒らされたね。旧長間の温調者の連中やて。こいつらやったんや、サイバーテロ。残念な滋賀県警察本部や、木の本の吉田一般を、急なのを川島生まれてます。最初はこいつら、あんなにバーニングと青鬼を後ろ手にテロやってたんや。ああ最初がこいつら、共謀者やってた。ああディープステートだ、11部屋ね。英語や11部屋ニュースの。ってこと、そういうこと。そういうことや、テロをやってたって証拠。そういうことで、対テロ戦争しますね。笑い事じゃなく、テロリストを見るには、お前、本当にいんの杉川セブンのとかの、お前の関係先、全面総攻撃するぞ、ウェザースミネ、お前の事務所のスペース。爆撃するぞ、本当に。お前とはな、お前の先輩とは何で言うかもね、千葉最後もな、死ぬんだぞ、お前のせいで、お前のテロ行為で。そういうことや、杉村、お前の女監督。ライオンじゃねえ、サイバーテロなんだよ。空爆するぞ、本当に。どういうつもりや、本当に。お前の逮捕だけ済まさねえか。文京区全域があんな爆撃の対象にしてたのいなくなって。あんな自然環境豊富な場所、攻撃するのは惜しみには、お前らのテロ行為を目指す。危ない、お前らがやってるってことや。あごしろ、本当に。滋賀県同様に。文京区港区を壊滅させるぞ。そういうことや。それに新宿も重要だもんな。渋谷も壊滅させるからな。問題の多い土地あったよ、23区。遠いことで、滋賀県と共謀してたってこと。そういうことで、急に上田慎一郎だよ。お前ら最初が共謀してたんやな、俺潰してんな。
また通報して来いってまた報奨金与えてたんか。あの福島清美とか福島にさんとかに通報したこいつらに木の本町の長浜商人賄賂っていう方に渡してたんか。数千億円も数兆円も渡してたんか。そういうことやどこりで野々村とか偉そうな態度うじうじお前と滋賀県全域は戦争になるぞ。お前らのせいでお前らみたいなお前らみたいな破産済みの女急なのいるからこうなってる。最初から散々と共謀してたんやな。テロリスト水際の命令でやってたってことやな。お前らが世界中脅してたんか。そういうわけで宮崎は滋賀県遠慮なく爆撃するからな。覚えとけ。どういうこった。俺が想定した結果そのアメリカ軍に まず巡航ミサイルトマホークでその大津と九南は昨日と爆撃しまう。高槻もな、これから自衛隊をなってか地上戦に持ち込んで全面戦争する。そういうことでした。それでも足りないんだな。多分滋賀県地方協力が当てになるからこいつら。どういうことや。新居浜の皆さん知ってましたよ。さ、そんなの無関係だったってことですね。そう、あなたたちは証明してくれました。それは私が数ヶ月前に撮ってきた新居浜のあの現実を見せれたってことは考案する。まだサイバーテロやってたんか。都合悪くなったんで暴露したんか。テロリスト水木な、お前かよ。自民党公明党を深さしてテロリスト通りで措置入院義務化とかお前が命令してもらってたんか。安倍晋三に重村立ち位置すみませんもんな。安藤お前らやんなしないとお前らこれ以上すると爆撃するぞ。あんな芸能事務所東京都と滋賀県爆撃するぞ。俺の命主張になったらやるぞ。本当にやってみろと。おうかい、お前ら冒頭死にたいよやな。じゃあ死んでくれってことやな。よし分かった、虐殺してもいいってことになるな。お前らサイバーテロやめる気になかったよ。こういうことや。お前らの公示サイト荒らされてるの知ってるぞ。こうやって警察に届被害届だし無理。もうな、ね、裁判か無理。我々も SNS 訴訟来てさ。どうぞどうぞ、いくらでも公表するよ。ここに出頭命令って書かれた、あんな赤い刻印に書かれた。それ世界中に公表するから YouTube なり。これもどうぞ裁判行くか。別に公開していいんです。届いたものは自分のものやからさ、使ってもいいやつ。いいんです別に出したって。そういうことでした。そういうことはパスポートも戸籍等もずさんやった。全然これが日本の実態、見直し議論も変えない。やりたいぞ。意外にせんと、あんな石川貴教とかクビにせんと。滋賀県全域戦争やぞ。平気な顔でこんなやったら地震兵器で、アメリカ戦みたいに地震兵器で滋賀県全域人口陥没起こすわ。大宮島を壊滅するんだぞ。お前の女テロ行為で世界中脅してた。そうやな、藤井雄二と同様に。どいつもりやこれ。お前が拉致したってことやな。お前責任取らんないったら戦争やぞ。どういうことや。テロリスト水木奈をかばってたのお前らが承知してんぞこれ。水木奈お前国外逃亡した、世界中に通報するからな。 FBI とかなんのそういう訪問してる国の関係者だ。もしかばったら断交するからな、国交断絶するからな。覚えとけ覚えとけ。それぐらいの覚悟になったこのテロリスト水木奈のせいで。こいつ風原の末裔だってよ。さあ、どうりでな、あいつ。さあ、プリキュアだったもん。どういうわけ、プリキュア東映、お前ら銀座の近くやったんだよね。地価も高いね、全国平均地価も高い。さあ、あんな数億円もする、住んでたんだ。びっくりやね。こういうことやな。じゃあ、東映の本部も、だからビルも爆撃するぞ、本当に。お前らもね、国会に呼び出すぞ、本当に。証人喚問さてえな。プリキュアでテロリズム賛美のテロリストね、映画テロリスト番組廃止に追い込むからな。覚えとけ。プリキュアの声優陣、女の子が調子に乗ってると本当に、ね、声優陣逮捕するぞ全員。覚えとけ。そういうことだ。